けどね、風邪ひいたらもう、まあでも今ひいとけば、こんばんは。暖房入れちゃうか。でもまだ早い気がするんですよね。まだ早い気がするんです。こんばんは皆さん。皆さんこんばんは。生きてるって。生きてるよ。寒い。行きます。寝ちゃダメだって。僕なんだか眠たくなってきたよ。なんだっけセリフ、そんな感じでしたっけ。なんだか眠たくなってきたよ。パトラッシュ僕。あ、違う。パトラッシュなんだかとても眠いんだ。トラッシュ。あったかい。埋まってます。なんかこの毛糸が毛布に思いって、なみこ。なみこ。なみこなみこなみこ。なみこ。なみこ。なみこだよ。なみこ。これは寒いってやっぱりそうだよね。もう冬だもん。もう冬だもん。なめこ。パトラッシュ。こんばんは。座敷わらしみたいなって。座敷わらしだよ。座敷わらしってどうやって喋んだ。座敷わらしだよ。あ、初見ポーズ。座敷わらしだよ。入りに来たよ。僕は座敷わらしだよ。会いに来たよ。
はなめこじゃないよ。助け出せよ。僕と友達になってくれるかな。バイバーイ。助け出せよ。ねねねねねなめこ。幸せ分けなさい、これからの人生。長い光よ、永遠の祈り、何億光年。あ、自己紹介タイム来ました。はい、せーの、デコポン、スーポン、思い切りリポン。なななな、な、なめこ。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんパフパフ。あー本当に寒い。なめこのお味噌汁って美味しいですよね。でも味噌汁で一番好きなのはナスが好きです。今日のポンちゃんなんか変だって。ノーノーノー、通常運転。ノー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 、通常運転だよ。変じゃないよ、変じゃないよ。私はでもなんかね、仲良くなればなるほど変な人なんだったんねってすごい言われるんですよね、よく。だから第一印象はやっぱ変じゃないのかな。自分のこと変だって思ったことないけど。そうだからね、知ってる人はするほど変な人なのねって。おとなしそうには見えるって。おとなしいですよ、すごくおとなしいですよ。おとなしい時と、でも元気な時でもおとなしい方に入るんじゃないかな。おとなしいです、すごい。でも書いたりしたらブワーって書く人、書くとか、なんかこれについて話してくださいとかだったら、そのもし知識がいっぱい持ってればバーって喋る。だからよく LINE の方がなんて言うんだろう、弾んだ印象の人っているじゃないですか。それ私。なんか LINE の方がなんかすごい距離詰めてきたなみたいな感じに思われると思う。わかんないけど、みんなどう思ってるんだろう。なんか年上の先輩とかにも LINE の方が OK でーすとかいいでーすとか言うんだけど、実際だとおはようございますみたいな。そう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 。
とか特に同期とかは LINE とかだといいよハートプワワワンみたいなスタンプ送ったりなんかこういう喜んでるやつとかこういう音符が出てるやつとか送るんですけど実際だとこんにちははいこんにちはそういうところはありますよね。うん。そういうとこあるんですよね。あ、全然送りますよ。なんかウサギがウサギだっけ、ウサギがクマをギュッてしてハートがポンって出てるスタンプとか全然送ります。そう、あとなんかウサギがフーってやったらハートがポワン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 って出てるやつとか送りますね結構。とかなんかこうウサギがチビウサギにこうやってスリスリしてるスタンプとか、そう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 、とかを結構そういうスタンプばっか持ってるからそんなばっか怒るんだけど、実際会うとおはようございますあれみたいな自覚ありですねそうそうそう、うん、とうともさんからいつもポンちゃんスタンプが送られてくるんですよ。ポンちゃんっていうのが題材というかワードが入ってるスタンプがあるんですよ。誰が考えたのかは分からないんですけど、ポンちゃん大好きとかポンちゃんハートとかなんか入ってスタンプ、あれ誰が作ったんだろう、変わるんですよ。それをねいつも使ってます。本当にすごいよあれ。なんか猫がウサギに、ウサギの猫がウサギのおでこにチュッてしててハートがポーンって出ててポンちゃん好きみたいなスタンプが本当にあるんですよ。あれ多分どこかの誰かが自主制作のしてるやつなんですけど、公式なのかな、あれ。なんかよく名前使ってるスタンプあるじゃないですか。そう、あれのポンちゃんバージョンをいつもトムと LINE した時はそれが送られてきます。そう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 、あれびっくりした。最初送られてきた時びっくりしちゃった。こんなのあるのこんなのが世の中にあるんだと思って。そうそうそう、うん、そうだから使う相手は私しかいないんだけど絶対いないじゃん。だからそう、そのためにね手に入れてくれたみたいです。うん、結構可愛いんですよ。すごい可愛いんですよ、ゆるふわで。うん、可愛いんです。うん、スタンプはでも標準のやつプラス2種類くらいしか持ってないです。だからその2種類をぐる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 使ってます、ずっと。うん、なんかすごいシュールなやつと、あとはあのそのプワーン系です。うん、とかなんか女の子が風船持ってなんか花とか草とか生えた道端わーって歩いてるスタンプとか、あれあれもうあれ元からあったやつだったけど忘れちゃった。なんかお花のブーケみたいなのをおかっぱの女の子がこうかぶっててポワンみたいなスタンプとかそういうやつ。ポンちゃんスタンプ売ってますよ。でもね使い道がないと思ううん、使い道がポンちゃんっていう、ポンちゃん私も持ってるんですけどね、どうやって使っていいか分かんないんですよ。使い道がないんですよポンちゃんスタンプ。どうしたらいいでしょうかどうやって使ったらいいんだろう。ポンちゃんスタンプ使い道ないんですよね。うん、どうやって送っていいか分かんないんですようん、可愛いですよポンちゃんスタンプ。いろんなのあんのかな。うん、あ、いくつかあるんだって。そうなんだ。動物のポンってしたやつしか買ってない。うん、すごい。まあでもポンちゃんってあだ名の人がいないわけじゃないしからね、この世の中。うん、
今日は早めに失礼いたしまして、40分になったらランキング読みます。うん、風邪ひかないように気をつけてね。だって本当だよね、風邪ひくわけにはいかんのじゃ、いかんのじゃ、風邪ひくわけにはいかんのじゃ。どっか行け風、風どっか行け。インフルエンザの注射打たなきゃ早く。今日インフルエンザの注射打ったっていう話をしている方がいたんですよ、近くに。あ、全然あれですよ、ただただそんな同じ空間にいたってだけなんですけど。そう、筋肉注射なんですね、インフルエンザの注射って。だから筋肉が痛いとか言って、そうそうそう、ってなんだっけな、筋肉だからギュッと押してから刺すと痛くないよとかすごい話してました。そう、ずっ聞いちゃってた聞いちゃうんですよね、近くにいた人の話をずっと。うん、うん、喉守ります。こうやってどっか行け風。うん、あとそう、お知らせなんですけど、アイドルピカソが今月はお休みになっちゃうみたいです。本当はあのボートレースのミニライブのイベントが入ったので他の日にできないかっていうのを検討していたんですけど、今月はお休みになってしまいました。来月によろしくお願いします。うん、だからアイドルピカソ、ツイッターにも書いてたけど、ファンの皆さんにはごめんなさいって。うん、っていうか泉さ、卒業しちゃったらさ、本当に絵が上手い人がさ減っちゃうね。うん、どうして絵が上手くないのかって検索したんですよ。そしたら絵が描けない人は思い込みが激しいらしいですよ。わかんないけどなんかこう、例えば見たものをそのまま描くんじゃなくて、なんかこれはこうなんじゃないかなという気持ちが入っちゃうとうまく描けないみたいですよって言いたいところなんですけど、ただ単に本当にねセンスがないんですよね多分そうそうそう、本当にね、の芸術的なセンスがね本当に、うん、なんかすごいって言ってもらえるんですけど、すごいじゃないですよ、なんかすごい純粋にね、すごいって言ってもらえる日が来たらいいけど、多分きっと一生なんかすごいでもそれでね、私の絵を見て、あ、世の中にはこういう人もいるんだ、自分も頑張ろう、あ、こういう描き方もあるんだ、なんでもいいんじゃん、自分も頑張ろう、そう思ってくれる方が増えるれば私は嬉しいなと思います。うん、なんかすごいですねって、そう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 、あは、あはははははって、そうそうそう、いいんです、それで誰かが笑ってくれれば私はそれでいいのだ、うん、
そうです、それでいいのです。ということでランキング見ます。1位 Z48 さん、2位双子座ハッシーさん、3位マヌケビーグルさん、4位クヤタカさん、5位トムポーニーホリックさん、6位ヤスヒカとマークポンチュアさん、7位ゴボテンうどんさん、8位カナカナポンちゃん風に気をつけて、ね、布団に丸まってねさん、9位チャウチャウさん、10位ヨシキさん、11位ココポン大森美優さん、12位ヨシキさん、13位ダイさん、そして今日の気になっちゃったアバターは、なんだろう、なんだろう、じゃあグッチさんのなんか犬の着ぐるみ着たアバターが今日の気になるアバターでした。ということで皆さん本日もありがとうございました。本当に風には気をつけましょう、私もなんですけど、本当に風には気をつけてしっかり寝たいと思います。ありがとうございました。それでは解散。本当に風には気をつけてね。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。ありがとうございました、本日もありがとう。